こんにちは。本日は台湾の方に日本の赤ちゃんが1歳になる行事を紹介しようと思います。大家好，那今天要跟大家介绍日本的宝宝在满一岁的时候会举行什么样的仪式。まずは選び取りカードです。那首先的话呢，就是选卡片。这个跟台湾的抓周有一点像，就是主要是让宝宝选取自己喜欢的一张卡片。那卡片上呢会有各种不同的意思。那大概是准备10到12张卡片。卡片内容的话其实都不太一样，但是基本的话呢，就是可能会有像是球啊，是成为运动选手，然后还有就是。还有就是像剪刀的话呢，就是代表手很灵巧，可以成为美容师或者是设计师。那另外像铅笔的话呢，就是代表说它很轻便，然后可以当学者或者是作家等等。さまざまなカードを用意して、で赤ちゃんをその中に自分が好きな一枚を選びます。例えばボールでしたら。運動神経抜群、スポーツ選手に似合う。あとはハサミ、手先が器用、美容師、デザイナーとか。あとは鉛筆でしたら、物書きの才能あり、学者と作家とか。はい。それでは選びましょうか。好，那我们就让宝宝选一张自己喜欢的。はい、それでは春樹くんが選んだのは、どれでしたっけ？春樹くんが選んだのは、そろばんです。計算が得意、商売上手、商売人です。那、春ちゃん他选的是计算机、代表说他对于算术方面很在行、然后还有就是做生意也很拿手、可以当商人。そういえば、春樹は台湾の選び取り儀式の中にも、そろばんを選びました。多分、そういう方面に興味があるかもしれないんです。还有就是、宝宝他在台湾的抓周仪式的时候、抓到的其中一样东西是算盘。所以代表他可能真的对这方面很有兴趣。選び取りの儀式は、まあ、あくまで、みんな、大人、親とかの、楽しみだけやし、参考になってください。参考だけになってください。那抓周仪式的话呢，还有就是选卡片的仪式，其实也就是大人们还有宝宝玩得开心就好了，就是也不用太深究它的内容，当个参考。好，那接下来的话呢，还要跟大家介绍另外一个，就是一生饼，一生もち。那一生饼的话呢，根据日本的区域不同，它有不一样的名字，像是一生饼，还有就是ふみもち等等，踏饼等等，有不一样的意思。那一生饼的话呢，它主要呢就是用，它主要的话呢就是用一升大概 1.8 公斤左右的糯米。把它做成麻薯之后呢，放在布巾上面，然后让宝宝斜背在身上。那因为其实 1.8 公斤的米对宝宝来说真的是非常非常重的东西，连大人拿都会觉得有点吃力，所以就是尽量以不要受伤为前提的情况下进行这个仪式。一升餅でしたら、だいたい一升約 1.8 キロの持ち込みを持ち込みを文字にしたもので、赤ちゃんを背負って、そういう成長を祈る伝統行事です。那一生的话呢、主要和、一辈子一生的意思有关联、那就是代表说一辈子都不用为了吃的东西所烦恼，还有就是希望他
一辈子永远都健健康康的，包含了这一种愿望在里面。那另外的话呢，因为一生饼它主要是圆形的，所以是希望它一生都可以很圆满的意思。で一生持ちには一生には一生の意味がかかってある。おめでたいお餅です。一生食べ物に困らないように、あとは一生健康でありますように、そういう願いを込められて、そういう伝統儀式です。あとは一生餅は丸くて、そういう形を一生円満に過ごせるように、そういう意味も入ってあります。那另外的话呢，因为是一个就是值得庆祝、值得开心的仪式，毕竟宝宝满一岁了，所以这个一生饼呢，就算宝宝背了他没有办法站起来的话，也就是不用担心，因为不管怎么样都是好的意思。例如说，如果是背了真的可以站起来的宝宝的话呢，就是代表他已经能够独当一面，很厉害。那如果是站不起来的，就是如果是坐着的宝宝的话呢，那也没有关系，就是代表他想要继续在家里一阵子，然后继承家业。那如果说他是跌倒了，那也没有关系，代表说就是把不好的厄运全部都丢掉，全部都去除。所以一生饼不管怎么样的话呢，它都有好的意思。はい、一生持ちでしたら、まあおめでたい行事なので、どうしてもいい意味が入ってます。悪い意味は入ってないんです。立ち上がれたら身を立てられる。座り込んでしまったら家に行ってくれる。家業を後付くしてくれるという意味で、例えば転んだらとしても悪落としができたと言われます。那刚刚有跟大家提过，因为一生饼的话呢，它主要是有就是好兆头、喜气的意思，所以就是跌倒的时候也要麻烦，就是小心不要让宝宝受伤了。一生餅は縁起の良いお餅なので、転倒しても怪我をさせないように注意深く見守りしながらお祝いしましょう。好，那因为一生饼的话呢，它原本是一个很大的麻薯，那就是用布巾把它包起来之后让宝宝斜背在身上，那因为其实这样子的话有点不太好就是活动，所以现在有很多人就是直接选择像这种小颗小颗的麻薯，方便仪式结束之后呢可以分送给亲友。然后这个的话呢，它有附赠一个背包，就算仪式结束之后呢，这个背包也可以继续使用，算是还蛮经济实惠的。でこちらの衣装持ちは、最近はこういうちょっと小分けられるお持ちとリュックと一緒にセットしてるものも販売してます。儀式が終わっても他の家族に衣装持ちを分けられるようにちょっと可愛い小分けパッケージをしました。あとは儀式が終わっても、あと儀式が終わってもその後でも使えられる、そういうリュックも一緒にセットしてますので、結構経済的にお得と思います。好的，那就是今天跟大家介绍的日本的宝宝一岁的传统仪式一生饼。それではまたね。バイバイ。一生持ちです。バイバイ。